怖っ。来た来たね。さあ、勝負。勝てるレベルに来てるかすらもわからないけど、突撃じゃい！土のカオスを倒し、このマリリスの眠りを邪魔したらお前らか。火の力を渡さん、私の炎で焼き尽くしてくれよ。来た、チャンバリさん。レコードキーパーでめちゃめちゃ苦労しましたね。まずそこバファイっすよね、やっぱ。バファイして、バファイスローかな？どれくらい？ 2。 やっぱ打撃は入んないっすよね。18。魔法が、どれくらいっすよ。スロー。いや、効かないのか。ファイ、あ、オッケー、全然違う。バファイすげえな。バファイがあって、ヒールしときある程度耐えれるんで。じゃあ、ブリザ。ファイが行ってみる？ファイが行くか。ファイが。一発しか撃てないですけど。ダクネス。暗闇か。まあ、そんなに物理は入んないですから、もともとが。ファイが、50！ 弱い。まあ、しょうがないですけどね。こうやって力の杖使うとどうなんですかね。なぜかボス戦にいきなり意味のわからないこと試し出すんですけど。45、いいね。ブリザードは結構入るはず。12、弱い。何もないの。あー、こんな感じか。あ、いけるぜ。これ、ハリソンくん、次第ですけど、ブラナって確か、見えるようになるんですよね、確か。違ったかな。まあいいや、魔法、15。うわぁ！そら聞いてねえよ！ずるくないそれは。いくらなんでもそれはずるいわ。マジっすか？マリリスさん。マジっすか？通常攻撃そんないかついっすか？暗闇に包まれてもしっかりとダメージが当たるっていうのはちょっと面白いんですけどね。いや、やっぱりやばい。サンダラ。そんな入んないんですけど、まあ。意外と物理が入るようになってきてる気がするんですけどね。57、オッケー、いいよ。クルス！はぁ、きつい。やばいって、これは。もう一発来たら終わりっすよね。物理に切り替え出してるんで、物理に切り替え出されたら終わりよ、こっち。そんな。おっしゃー！おっしゃー！やったで！やったで、これ！やったで、これ！ちょっと待ってね。やったで、これ！見せたで！カオスに引き続き。リッチに引き続き見せたで、これ！マリリス。やったたわ。やりよったで、こいつ。これ、こっから帰れるはずなんで。ほら。よーし！はぁ、こんなクリアの仕方したら、こんなクリアの仕方したら、後々絶対苦労しますけどね。こんなクリアの仕方でいいのかな？あそこの相手もほぼ無視ですよ。あんなクリアの仕方でいいのかな？すごい心配になるレベルですよ。めちゃくちゃ無理やりクリアしてりました。あんなクリアの仕方あるっていう。ありますかね？マリリスさんを、
ああいう戦い方が正しいんですか、ちなみに。めっちゃ無理やりクリアしましたよ。グルク火山。もう二度とグルク火山来ないっていう体でいいんですかね。いやー。めっちゃこれ途中、道中であの、なんていうんですけ、あの、ファイラ使ってくるとか、炎を使ってくるやつに合わなかったっていうのがでかかったっすね。で、マリリスに、戦闘で挑むときに、あの、バファイ。バファイが相当効きましたね。で、暗闇状態なのに、普通に攻撃が入り続けるという、謎仕様です。いや、これ絶対後で苦労しますわ。こんな戦い方で進めたら。もう目に見えてますもん。後々苦労するっていうのは。こんなクリアの仕方を繰り返してたら。まあ、ひりつきましたけどね。めちゃめちゃひりつく展開でしたよね。おかげさまで。あ、こっちじゃないね。右だね。これ火のクリスタルゲットしてるから、あの、12戦士みたいな、12の賢者みたいなおっさんに褒めてもらえるんで。よし。とりあえず生き返らして、魔法も買いたいですけどね、こんだけありゃ。魂を蘇れ。絶対詐欺師。絶対詐欺師。絶対詐欺師。あんなんで蘇りますかね。この、なんかずっと寝てるってやつは関係ないんすかね。火のクリスタル持ってきたけど、マリリス、やっつけたっすけどね。あ、起きてる。俺は浮遊石をもう10年も追い求めてるんだ。どうもこの北にある洞窟が怪しいんだかな。最近神さんうざく旅に出れないってことは、今度北に行けってことか。マジっすか。浮遊石があったら多分飛空艇が使えるってことかな。火のおっさんがどっかおるやろ。火のおっさん。力を正しい方向へ向けねばなら、どっか火のおっさんがいるはずなんですよ。あれ、火のおっさんいないのかな。火のカオスが笑われて全てを焼きつけ、いや、もうやっつけたっつうの。やっつけたっつうの。じゃあ、やっぱり、北のところ行けってことか。じゃあ、北に行って浮遊石を取ってこいってことっすよね。いやいやいや、もうぐるぐる火山、あんなに苦労して、無理やり突破したんで、今から、もう一丁って、無理やっすよ。まあ、また得意の、ポーション大量買いっすけどね。何個っすかね。毒死22。74個か。まあでも、行きだけでいいんで、まあ帰りいらんすからね、確かに。帰りいらんすからねっていう言い方でいいかわかんないですけど、どうしますかね。もうちょっとレベリング上げて、そうっすね。このまま上のとこ行って、ぐるぐる火山終わったんで、ぐるぐる火山取ってない、いい、武器とか、武器というか宝箱あるんですけど、まああれは全部、あれは全部、お金だと。で、今から行く北の洞窟の方に、いい武器と棒があると。
いう認識でいきましょう。次の洞窟のところが全体攻撃みたいなしてこないとこだったらいいですけどね、とにかく。雑魚戦で、ファイラーとかで100与えてくるのなしっすよ、ほんと。絶対ダメっすわ、それは。それは来ません。今どれくらいなんですかね、まだ半分いってないとかなんですかね。まあでも今半分クリスタル持ってるんで、半分ぐらいいってんのかな。でも多分クリスタル手に入れてからまたなんかあると思うんで、まだ3分の1ぐらいかな、もしかしたら。レベルも13だしね。なんかまだ半分ぐらいな気がします。このポーション大量買いとかも、戦略も、もうちょっとハイポーションとか打ってくれりゃ一番いいんですけどね。ただ道中ももっと戦えるんで。ポーションの減りが激しすぎて。ポーションがなくなったらもう即全滅を意味するんで。あとは、土と火だから、水と風ですよね。バサンダはあるからいいっすけど、クエイク、でもまあ、チア終わってるからいいのか。バケアほんと大事っすね。あれを知ってなかったら負けてましたわ、マリリスは。難易度高い。面白いですけどね。難易度が高い分、勝った時のよっしゃーは、めちゃめちゃ爽快なんで、ですけど、だけど、人にやった方がいいかって進めようかって言ったら、相当覚悟しろよとは言いますね。相当覚悟しないと、このゲームは、おーし、来た!このゲームはいけんぞってのは言っとく感じかんですね。じゃあもう一回これセーブして、で、もう一回、北の洞窟って言ってましたよね、浮遊石が。で、その浮遊石があって、それをドワーフに持っていけばいいんですよね、確か。どうもこの北にある洞窟が怪しい。よし、行こう。まあ、グルグ火山より強いかな。状態以上の敵が少し減ってきてる気がしますけどね。言うて。来たか。北さんブラックね。北さんブラック来いと。火のクリスタルを取ったからって言って、なんか、お褒めの言葉も特になかったしね。みっちゃんと場所変えないといけないか。みっちゃんの場所が悪いとやっぱこうなりますか。そらそうよね。これほんと場所が大事なんで。これほんとに光の戦士で耐えるみたいな。もうそんな光の戦士ゲーですかね、ある意味。他の3人はちょっとした脇役で、もういつ誰、この下の3人がなんか不祥事を起こしても、もう全然回聞きますよ、みたいな。で、ハリソンくんが、10代の女優さんと不倫してて降板しないといけないってなったら、もうこの舞台とか映画とかは、もうその瞬間で即刻中止です。上映中止。撮り直しもしません、みたいな。他の3人がね、多少ちょっとした不祥事を起こしてももう速攻会話いるんで。はい、もう、YouTube とか Twitter でちょっと応募するぐらいですよ。なんか、いないっすかねみたいな。面白い人、みたいな。
もう全然そんなで集まるんで、ただ本当もう光の戦士だけがね、もうだってマネージャーが管理しとかんと、家出るとこから現場に来るとこまでもう全部管理してて、でツイッターとか SNS 関連もね全部マネージャー管理しとかないと、なんかって裏でクリーンなイメージがありますから、光の戦士はやっぱりクリーンなイメージのある人がやっぱりそうやって不倫だとか、もうそんななるとね、もう一瞬で降板ですからね。今はもうスポンサー離れしましたとか、視聴者がこの人が出てると見たくないと言っておりますみたいなんで、ちょっと坂をいい加減、そうなったら終わりっす。そう考えてやっぱり何ですかね、お笑い芸人みたいな方とかまあ別にそんなに好感度が高くないとか人だったら多分してても取り上げられないっすか、それぐらいのが有利みたいな、取り上げられないぐらいのとこでなんかこうとこでうろうろしてて、危ない、そんなんやったらみっちゃんが危ない、みっちゃん回復させんと、それくらいの感じでね一途感と、垂れ込みがひどいっすか。元カノとか、一回遊んだだけの女の人も危ないっすからね。一回ちょっと飲んだだけで、なんかこう、私に強いお酒を勧めてきましたとかね。なんかやたらと距離が近かったですとか、なんかこう、ちょっと私、酔って寝落ちして朝起きたら、なんか連れ込まれてましたって嘘つかれる可能性もあるんで。ほんと気をつけんと。もうそれが、本当か嘘かでもいいわけですから。視聴者としては。あ、嘘でしたか、すいません、てへペローみたいな。でも、そういう聞いてる側からしたら、なんかこう、いや、煙のないところに煙は立たないからね、みたいな。って言ってもイメージダウンです、完全に。恐ろしい世界ですからね。あ、こっち行くと、あれか。グルグか。こっち行くとグルグなんで。北の洞窟がどんなんかな。敵がどれくらいの強かしさ次第なんですよね、ほんと。さっき逃げまくっちゃったんで。ほんと、取り戻さんと。さっきマリリスだったから、ナイスエノン君。さっきマリリスだったんで、下手しいファイがガツンと入る可能性もありますからね。ファイが一発しか撃てなかったし、ファイがをちゃんと温存してて、でボス戦でファイが2発撃てるんで、もうそれで HP の半分だ、3分の2ぐらい削れる可能性ありますからね。で、あとはもうみんなで耐えて、でミラクル待ちみたいな。リッチさんの時にしても、今のマリリスの時にしても、ほんとただのミラクルですからね。この一撃で終わんないと負けみたいに近いぐらいの時で攻撃して勝ってるんで、あの戦い方が正しいかって言ったらかなり微妙っすよ。アンナをずーっとしてても、ダメっすから、アクス強いけどなんか命中率悪い気がすんな。命中率はミスリル相当で高いんですけどね、ミスリルアクスの方が。いいね。オッケー。ピラニアはそんなに経験値が高いわけじゃないんですけど、やっぱちょっとでも積み重ねとかないと、また、洞窟に入ってからは、逃げるってするかもしんないんで、もしかしたら。それはもう、後々苦労するの、ことですよ。仕事とかと一緒で、なんか、めんどくさいことを後回しにしちゃうみたいな。で、後々苦労するみたいな。そんなになっちゃうんで、こういう細かい確実に勝てるとこみたいな。あれどうやって行くのあれ。か
あっち側っすね。うん、どうなのかな。来た。これ左行ってもグルグっすもんね。ボートで行けるとか右側にあんのかな。なんかそんな感じっぽいな。うわ、言うてこうよね、そりゃ。言うて、やっぱり、食らうときは食らうんで、パターンならないように気をつけないと。もう単発で80食らっても、もう全然っすよ。もうさっきなんて230でしたからね、単発で。ボス戦で。は？はい？って思いましたよ。こんなして距離かって。こんなことしてきてますぜ、こいつって思いましたね。なんだ230って。通常攻撃。おかしいでしょ。明らかに。あ、間違えた。前言ってた。多分ちゃんとレベル上げてるから逃げやすいと思いますけど、ね、レベルが高ければ逃げやすいってのは絶対あると思うんで。なんとか逃げ出したじゃなくて余裕で逃げ出したですけどね、本当。正しい表現としては。こっちの右側にあるんじゃないかな、もしかしたら。と思ってんすけど。違うんすかね。多分こっちから上行けないんすよ。なんか雰囲気的に。え？あれ？あそこに行きたい、あそこがゴールってことか。ってことはやっぱ、普通に行けるのか。こいつも最初めっちゃ強いなと思ったんですけど、まあ、そんなに、多分火ダメの感覚上がってんでしょうね。もう一回200食らってるから、もう普通に通常動きは50ぐらいっていうぐらいになってきてるんで、だから58くらっても、まあですよね、ぐらいですもん。やっぱ。やっぱでも同じやつに2回連続で食らうときついっすよね。どう考えても。そう、ハリソン君にダメージが集中してくれたらめちゃくちゃ楽です。こんな楽なことないんで。こいつで決まるかな。よし。これでもね、結構、あの、経験値と、がもらえるんで、みっちゃんもレベル上がったね。あー、どうすっかね。これみっちゃんがレベル上がったんで、で、どうせ近くにいるんで、今、寝たら、ファイが3回使えると思うんですよ、多分。ファイが3回はでかいっすよね。あ、2回か。あんま変わんないけど。あー、まあ、いいか、寝ますわ。寝ていく。寝ていきます。ファイガ使ってみようかな。多分ファイガ全体魔法みたいな感じな気がするんですよ。ファイガどんなんすか ?63、86、100、なんか思ってんのと違ったな。ファイラでもそんなんだったっすもんね。そうでもねえな。ファイガ。あ、そんなんすか。こんな感じですか、ファイが。なんかファイラとあんま変わんないですけどね。なんかボス戦にめちゃくちゃ期待してたんですけど、ファイが。なんかいまいちっすね。本当に。ちょっとショックなんですけど。ね、ファイラとファイガってそんな変わんなくないですか？今撃ったっすけど、ファイラ。
大きく変わらんっす。これベッドイン、ベッドインセーブなんで、あそこの右上が多分ちょうどここの上がゴールなんで、逆算していかんといかんですね。でピラニア逃げるか。北の洞窟がどれくらいするかっすね。北の洞窟に行くのにまず苦労してますからね。北の洞窟に行くことにめちゃくちゃ苦労してるんですけど、こっちから行けなかった気がするんですよね。86。暗い次なんですよ。いくらなんだよ。北の洞窟に行く前に、こんだけポーション使ってたら、ダメっすよね。まあ、その分レベルが上がってるんで、いいんすけど、考えようによっては。ええよ。こっちからはいけなかったっすよね。で、こっちの右上もいけなかった気がするんですよね。やめたって。ただもうファイラーで一掃したいんですけど、本当に。ファイラーが20回ぐらい使えたらいいんですけど、本当に。めっちゃ思ってます。80って。80って。でも、よう考えたら、エリカさんが倒れたら生き返らせれないんで、それではミッチャーを3番目にした方がいいのかもな。エリカさんさえ来てれば生き返らせることができるんで、そういう意味で考えたらミッチャーとエリカさんを変えるのもありだな。おっしゃい、ナイス。こういうのはでかいっすわ、ほんと。ちゃんとレベリング上げが今できてるんで、って言いながらも、みっちゃんは一番下なんですけどね。ちゃんとレベリング上げができてるのがでかいっすね。よっしゃい。ここの上から行けなかったんすよね。じゃあ左上かと。でもこっちは火山に繋がってたんですよね、確か。あ、カヌーの上は毒食らわないの？そういう制度ね。じゃ毒のままでいいよかな。あ、でも戦闘でちょっとダメージ食らうのか。それはいいやっすね。まあでも2か食らっても。まあいいっすわ。どうせまた毒入れてきますから。毒ったままでいましょう。はい。いや、ハリソン君のレベルも上がっております。順調に上がっております。すよね。あれ？あれ？そうなるの？そうなっちゃうのね。そうなっちゃうんですね。どう行くの？ぐるりと回るのかな？いや、もうこれ逃げますわ。先手でダメージガッと入ったらもうきついっすもん。いやいやいや、
洞窟にたどり着く前にポーションがめっちゃなくなりますよ。なんか上の地図から見たら一瞬なんでしょうけど、もう入り組みすぎてこれですよね。で、ぐるーって回んないといけないのかな。そんな聞いてないで。これだったら左側に行ったらあの王子様の、ま、町に出ると思うんですけどね。あ、こえ王子様のいる町に出るんだが、王子様の出る町に行ってポーション買って寝ないといけなくなりますよ。こんなのあったら、まあ、だいぶレベリングが上がってるから上げれてるっていう点で考えたらめちゃめちゃ嬉しいんですけどね。こっち行ったらめっちゃ弱くなるんで、めっちゃ弱いプラスしかも回復もできるしポーションも変えると完璧です。ちょっと遠いけどね。